はい、照り焼きでございます。現在レインボーシックスシージプレイしております。はい、まず一人、まず一人というかね、これ一人倒すのも大変で、今ねなんか撃った後、僕ねなんかサブウェポンというかグレネードを投げる癖があるんですね。治んないんですよこれが。もうほんと緊張する。あ、このフル時計の音がね、こち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 、ほんとに怖いわけですよ。はい、カメラを作動してチェックしていきます。そうするとねえ、これでまあカメラをね操作して見つけることもできるんですね、敵のね位置を。はい、見つけました。これはでかい。これで残り2人の敵の位置を把握することができました。あ、向こうから来るんだなってことがこれで分かったわけですね。ただ今位置と全然違いましたよね。そう、その間に移動してるんで、相手もねいきなり思ったよりも進んでやがって危ない目に遭いましたけども。はい、さあカットいたしました。まあドローンので、敵を殺撃する場面は今回、カットしてる。危なかったこれ。今回私はスレッジハンマー、まあ一撃でバリゲードを破壊する、そんなキャラクターを使っております。今やろうとしてるのは裏取りですね。反対側に回り込んで後ろから攻めようということですね。今5対2から4対2、そして3対2と連続でやられるわけです。はい、見つけました。でもほらね、まだほらね、抜けちゃう。これがね、こうやってて、はい、待ち構えてた相手にやられます。その部屋の方に投げればよかったのにね。いやいや、これね、実はあの罠踏んでるんですよ、今さっき待ち構えてたやつはウェルカムマットをね、ウェルカムマットっていう、あのなんていうかな、ワニバサミ系のあのトラップを仕掛けることのできるキャラクターだったんですよ。で、僕はそのトラップを食らってから銃撃を食らったという感じでしたね、今のは。だからどちらにしよう、まあ自分のフラッシュグレネードで、目が見えない状態で罠を踏んでしまったというね、非常に情けない感じでございます。あの癖早く直さんといかんな。なんか敵倒してから僕ね、グレネードを投げる癖がある、なかなか直らないこれが。ワン、1HP っていうのは相手のね、相手の HP のことを言ってるんですが、やっぱうまいですね、ヘッドショット、見事なヘッドショットです。うまい、はい、ラウンド3です。で、しかもちょっと膠着状態がですね続いております。残り3対3になりまして、向こうからというか狙ってる方向から来るんですけど、2階じゃなくてね、あのバリゲードを今仕掛けてる方から来るんですよ。
ほら、危ない危ない。危ないよ。ほんとに。で、この2階から来るかなと思ってずっと待ち構えてるんですけど、来ないんですね。なかなかね。さあ、こっから。敵オペレーターは残り1人。はい。敵部隊を排除。ミッション成功だ。ミッション成功でございます。今回えらい調子よく行きました。はい。こんな感じでね。今回は、頑張りました。そこそこスコアもまあまあ、4キル1デスですからね、頑張ったんじゃないですか今回ね。はい、ということで、このゲームね、遊んでまいりました。レインボーシックス、またアップしていきたいと思います。どうしよう、もう1試合いきましょうか。もう試合行こうと思ったんですけども、このままマッチングされず、終わってしまいました。もっと長いのが見たいなと、いうことであれば、長い時間のやつもですね、アップいたしますんで、またリクエストください。今回はこんなところでおしまいでございます。またアップいたしますね。では、さよなら。